いろはちゃん、右、どこ、あ、いた。こんばんは。私のアカウント知ってたっけ。あ、確認します。今ディスコ送ってくださったでござる。ちょっと待って、落ち着け。風間いろは落ち着け。大丈夫かな。これ、どういうこと、通話しましょうってことなのかな。ちょっと待って、風間が、ちょっと待って、もしかして、ちょっと喜んで、あれ、もしかして、ちょっと待って、どうしよう。右、左、左、右、左、右、左、左、右、ちょっと、上、下、真ん中、上、上です。上に行きます。ババ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 バ。初めましてかな。初めましてでござる。初めまして。初めまして。なんかあれなんでしょ、私のニコニコ時代から見てたねえ、ちょっと待って、らしい。ちょっと待って、知られてる、知られてる。ちょっと待って。で、なんかびっくりした。ガチガチに古いと思って。いろはちゃんのお家めっちゃ和風で可愛いよね。ありがとうございます。そんな見られてたなんて。風間のお家が忍者じゃないでござるって言ってた。忍者じゃない。そう、忍者の前でござるよ。そう、先輩たちもね、同期もみんな忍者忍者言うでござるよ。確かに忍者屋敷感はあるよね、なんか。そうだ。いや、古民家ですよ、サラ先輩。古民家か。そうそうそう、古民家か。石はなんかね、柵？柵的なもので囲わないと多分みんながここから落下すると思う。あ、間違いない。さっき落ちる未来が見えるから。いや、もうめんどくさい。たら、どうしたら一番いいんだろうな。本当に膨大な数。ああ落ちた。でも土じゃな、あれ大丈夫？大丈夫？そうなの、ここね、あのね、早く柱とか作らないと落ちるんだよね、絶対に。あ、無事に落ちました。無事フラグを回収しました。落下ちゃん。ババババシババオオシババババババシババ。